どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この前の R1 のですね、賞金が入ってちょっと贅沢しようかななんて考えてらっしゃるじゃないですか。いや、まだ入ってませんから。あ、そっか、やっぱそんなに早くは入らない。入らないです、入らないです、うんうん。先月の給料は1万8000円ですからね。リアル。でもご結婚されているということで、新婚旅行なんかは行かれたんですか。いや、まだ新婚旅行の方は行ってないですね。奥さんは行きたがってますけれども、なかなかね。よく行ってるのはやっぱり新婚旅行イコール南の島みたいな感じなので、はい、国はどこかは言ってないですけど、はい、そちらの方にちょっと行きたいなって言ってますね。あれに乗って空飛ぶ、ね、羽のついたこういう、はい、飛行機に乗って行きたいって言ってますけどね。いいですね。ではですね、せっかくですので今ですね、この場で奥様に新婚旅行具体的にどちらへ行きたいか、この Wi-Fi ほぼスマホを使ってですね、 LINE で聞いてみませんか。あ、いいですよ、いいですよ。あ、おはい、あ、ハート入ってますね。ハートは入れないとね、やっぱりちょっと拗ねちゃいますからね、はい、今送りましたハート最後3つも入ってらっしゃいますけど、さあ奥様は一体どこへ新婚旅行を連れてってほしいと。あ、来ました。あ、来ました。あ、おはよう。海の、あ、ある南の島がいいな。バリ島とか。出ました、バリ島。バリ島ですね。いいですね、バリ島。いいですね、いいですね。兄さん、ありがとうございます。だいぶ熱くなりましたねもう出しときます、いきなりね。あー、出ました、いや、ちょっとちょっとはい、どうも、シャッターチャンスでございますあれ何、忘れる、ほら、お前なんだっけ、ほら、僕山本まさみですよ。あ、そう、山本まさみはさ、いや、私の名前忘れるのやめてくださいよ。どうしてしまっちゃったのこれ。どれですか。携帯携帯見しとかないとね。そうですよ、Wi-Fi ほぼスマホ、ぜひぜひ。そうですね、ほぼタレントでしょ。ほぼタレントほぼタレントになりかけております。やっと最近やっとね、とか出るようになりましたから。いや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 、ほぼタレントですから。ほぼタレント、面白かったです。キングの椅子なんていう椅子がちょっとあるというふうにお伺いしたんですが、そうなんですよ。こちらどういった椅子なんでしょうか。これが2年前ですか、はい、これ写真ありますけど、これですね。これがちょっとうちにある椅子なんですけども、東さん家に。そうなんですよ、これそもそも引っ越して、間もなくですね、はい、これ安さんに内緒で僕が買った椅子だったんですね。あれ、内緒だったんですか。で、いきなりこんなでっかい椅子が届いたもんで、ちょっとあんたセンス悪いんじゃないかと、はい、いろいろちょっとお叱りを受けまして、はい、いや、これはキングの椅子って言ってって、うん、俺は適当なこと言ったんですよね。はい、これもういい椅子なんだって言って、うん、で、ハマカーンがね、はい、そのザ・マンザイで優勝する前の日にうちに来て、はいはい、これキングの椅子だから、これ座ったらキングになれるからって言って、うん、2人座って帰ったんですよ、はい、そしたら本当に次の日キングになったんで、すごい。 それからなんかたまに安さも座るようになってて、ね、可愛らしいですね。何のね、チャンピオンを目指してるのか分かんないですけどで、それで験担ぎといいますか、それでまたまさみがその決勝行ったんで、はい、そのハマカーンと同じ風に、うん、うちの近所とご飯を食べて、はい、で、うちに来て、じゃあこのキングの椅子に座っていいからって言って、うん、座ったらまた本当にチャンピオンになったんですよ。なったんですよ。もう東さんのおかげ。ただね、俺が何のキングにもなってないっていう。いや、もうすでにキングでいらっしゃいますから、金持ちキングではありますけどね。そうですよ。いや、もう本当にガラッと変わりました。もう今パラレルワールドにいるみたいな感じで例えばわかんないです、本当に全然違います、うん、もうずっと仕事がなかったので。それまでずっとバイトしかしてなかったもんね。バイトしかしてなかったので、年に1回だから、去年はだから舞台やってるぐらいだもんな、うん、いや、そうですね。あとは細かいライブだとか、そんなのばっかだったので、ちょっと本当にまだ気持ちが落ち着いててね、だってこれだけのカメラの前に立ったことないでしょ、ね、生まれて初めてです ね本当に。俺顔が硬いなと思うんで、やっぱりいや、もっと指摘お願いします、どんどんね、今ノートに書いて直していこう。真面目だな、顔が硬い。まだ新人だからな、何年目だっけ。17年目。結構やってる結構やってるんですよ、これね、はい、